ではここから第1位はダイエットにおすすめのおやつイオントップバリューで見つけてきました。この動画では1つ目、今からご紹介するおやつのその痩せる理由は、そして2つ目、おすすめのおやつランキング、そして3つ目、ここが一番大切です、痩せる食べ方コツがありますので、ぜひお役立てくださいね。また高評価ボタンやチャンネル登録、 LINE 登録していただきますと嬉しいです。それでは早速お伝えしてまいりますね。1つ目です。痩せる理由です。今からご紹介するおやつにはこちら、化学調味料や人工甘味料が無添加なんです。あなたもまずはぜひおやつを買われる時にですね、裏の原材料名をチェックしてみましょう。そこにもし調味料カッコアミノ酸などと書いてあったり、糖質ゼロノンシュガーと書いてあると、それは化学調味料であったり人工甘味料ということになるんですね。なのでこういったものが含まれていないことが痩せる条件なんですよ。なぜか、その理由はこういったものを取ってしまわれると、まあ、そもそも健康を害しますし、あなたの腸内環境、まあ、腸が悪くなるわけです。腸内にいる悪玉菌と呼ばれるそのデブ菌が増えてしまったりですね、また逆に痩せ菌が元気がなくなってしまう、まあ、蓋をかけてしまうということにもなってしまうからなんですよ。なのでポイントは、あなたが普段召し上がるおやつはこういったものが入っていないことが条件なんです。ではここから2つ目です。おすすめのおやつランキングをお伝えしていきますね。あります。ではまず3位はこちらです。イオントップバリュー満月エビせんです。原材料名をチェックしていきましょう。バレイショウ、デンプン、植物油脂、エビ、イカ、オキアミ、食塩、青さ、砂糖、昆布エキス、ごま、唐辛子、加工でんぷんと、この中には先ほどお伝えしました化学調味料や人工甘味料がゼロになります。でそういったこともちゃんとこちらね、トップバリューさん歌ってくださってるんですね。この黒枠のところです。調味料カッコアミノ酸、拡散、膨張剤を使用していませんとしっかりと断言してくださってるんですよ。でまたこちらは小麦ではなくて、そのバレーショデンプンですから、やはり小麦よりは痩せやすい材料を使ってくださってるんですね。そしてこちらは青さが入っていたり昆布が入っていたり、要は海藻類が入っておりますから、これは腸内環境を整えるためには必要なんですね。なぜかというと、その痩せ菌の餌になってくれる食べ物だからなんですね。なのでこちらはぜひですね、おやつに召し上がっていただいても大丈夫な一品なんです。ただこちら量がですね、1袋あたり 45g 入ってまして、エネルギーが219キロカロリーです。なので一度に食べてしまうのはちょっと食べ過ぎなカロリーになりますから、できれば 2,3 回に分けて召し上がってみてください。ではどんどん参りましょう。第2位はこちらです。はい、イオントップバリューのピスタチオです。ナッツです。もうナッツはですね、ダイエット向けの食品になるんですよ。もうとにかくですね、もう栄養が豊富。ダイエット中は必ずその栄養不足になってしまっては、いくら待っても痩せることができないんですね。もうベースはきちんと栄養のバランスが取れていることが大切。その時に活躍してくれるのはこのナッツなんです。で今回私が選んだこのピスタチオはですね、原材料名ピスタチオ、食塩、昆布ということで、こちら実はですね、国産の藻塩で仕上げましたと書いてあるほど、この藻塩が使われているんです。藻塩とは何かと言いますと、食塩と海藻だけでできたお塩のこと。なのでこのおやつも、先ほどお伝えしたこの際のこちらに入ってた、まあ海藻ですよね、そういったものが入っています。ですから腸内環境が整って痩せ菌がどんどん元気になってくれるというおやつになるんですね。でこちら1袋あたりの 10g あたりが62キロカロリーということで、タンパク質も豊富ですし、ただあのナッツ類はね、ちょっと脂質、まあ、油がですね結構高めなので、こちらもあの一気に食べずにですね、小分けに分けておやつとして召し上がっていただくといいと思うんですね。でしかも塩がね使われておりますから、しかも国産の
とても材料がね、もうこだわりがあって作ってらっしゃるなと思って手に取っております。でこちらのピスタチオはやっぱこう殻を剥いてね食べるのもちょっと時間がかかるじゃないですか。これがいいんですよね。もうポンポン口に入るようなものはついつい早く食べてしまったりしませんか？気がついたら一袋食べてたとかねなりやすいんですよね。なのでちょっとこういった手間がかかる、まあ、甘栗とかもそうですけど、私甘栗も大好きなので、こう殻付きのいちいち剥かないと口に入らない、でその時間がですね大事なんですよ。いちいち時間をかけて食べるからこそよく噛んでですね、満腹中枢が刺激された結果食べ過ぎ防止になるんです。なのでこういった殻付きのもの、しかも天然素材でですね、こういったものを、まあ、時間をかけてよく噛むということが食べ過ぎ防止にもなりますし、結果ダイエットに向くおやつになりますよということで、こちら第2位に選んだピスタチオでした。ではここから第1位はこちらです。白漠のプレーンタイプ食品無添加、もう無添加のもち麦なんですが、これもち麦といってもですね、フレークです。あのお米とね、あの混ぜて炊くもち麦が原料のフレークタイプになります。甘くないもち麦フレークということで、まあ、牛乳とか豆乳とかですね、ヨーグルトと一緒に召し上がってくださいねっていう、まあ、コーンフレークならぬもち麦フレークということになるんです。でこちらはですね、もう素晴らしい原材料名がもち大麦だけでできてます。でこちらはあのイオンシリーズのそのブランドの商品ではないんですが、イオントップバリューさんで買ってきました。見つけてきたんですよね。なのでもうこれはいいなと思って、もうおやつにいいと思って、もうね感動してもバーッとね手に取ってさっと後ろのね原材料名をチェックしたら無添加、よしよしと、もうこれは間違いないと思ってですね、もうぜひあなたにもお届けしたいと思って選びました。でこちら1食あたり、今 50g あたりが184キロカロリーで、タンパク質がめちゃくちゃ豊富、 6.5g も入ってます。ダイエットするためには腸内環境を整える食材、こちら食物繊維が豊富であること、そしてタンパク質も同時に摂れること、この2つの条件がですねクリアできているのがベストになります。なのでそういった点からもこちらプレーンタイプのもち麦フレークはもうぜひおすすめで、私のおすすめの食べ方は、あの牛乳でもねもちろん悪くはないですが、牛乳よりもやはり豆乳の方をおすすめします。しかもちょっとねレンジで温めてください。温めた豆乳の方がいいです。あの消化吸収もいいですし、負担もかからないですよね。そしてとにかく女性の方でしたらもう絶対豆乳おすすめです。牛乳よりもあのコレステロール値が、コレステロールがねゼロですし、あの大豆イソフラボンがその女性ホルモンのバランスを整えてくれますしね、同様の似た働きもしてくれますから、私はいつもちょっと軽くで温めたホット豆乳にこのもち麦フレークを入れて、まあ、その日の気分でナッツとかあのドライフルーツとかですね混ぜて食べたりとか、で逆にあの私手作りの豆乳ヨーグルトもあの毎日作ってるので、その豆乳じゃなくても豆乳ヨーグルトのまあトッピングとして美味しいじゃないですか。こうフレークがパラパラとかかってるヨーグルトって美味しいですよね。もう大好きです。なのでそういった形でトッピングしたりとか、あとはあの冷凍のミックスベリーをトッピングしたりとかですね。で甘味は基本あの入れないことがほとんどなんですけども、若干甘みが欲しい時は天然の 100% の蜂蜜とかメープルシロップとか、とにかく天然のものですねをちょっと回してかけて食べたり、あときな粉かけるとあの天然の甘みが増しますから、きな粉もおすすめです。でも私あのフレークはですね、あの今よりも10キロ太っていた時によくねコーンフレーク食べてたんですよ。あとあのお砂糖たっぷりついたね、あのおやつになるようなフレーク系っていっぱいあるじゃないですか。もうチョコがかかってたりとか、お砂糖たっぷりかかってたり、ああいったものをやっぱ食べていたんですよね。でまたあのオーストラリアに1年ほど暮らしていた時も毎朝食べてたんですよ。もうあのホストファミリーからですね、ホストマザーから、まあスミカよくそんな毎日飽きもせずフレークばっかり食べてってね、あの笑われてたぐらい毎朝ねやっぱ食べてたんですよ。まあ、それは太りますよねっていうことです。その時にもし私がですねこのもち麦フレークを知っていれば、もう間違いなくこちらを食べてた。
ですよ。もうその時はね、もう私まだ若くて無知でしたから全然知らなくって、まあコーンフレークだったら栄養のバランスが取れるんじゃないのみたいな感じでですね、食べていたんです。毎食毎朝ですね、たっぷりの牛乳とたっぷりのシロップをかけてですね食べてたんですよ。で太ってたわけです。ただもうそんなことはしません。なのでその時にもし過去の自分がですね、その、まあ、戻れるとしたら、その過去の私にもこれ食べって教えてあげたいなって思うものをあなたにもご紹介しました。第1位はこの無添加のもち麦フレークでした。では3つ目です。おやつの痩せる食べ方、要は痩せるコツがねあるわけなんです。それはまとめますとポイントが3つになります。1つ目は置き換えること、2つ目は量、そして3つ目はタイミングです。これを1つずつ今からお伝えしていきますね。まず1つ目です。置き換えるとは何かと言いますと、私も過去そうだったんですが、もうとにかくもう太るおやつが大好きだったわけです。もうケーキとかクッキーとか、まあ、洋菓子系ですよね、ポテチとか、もうそういったそのおやつがやっぱり大好き、やめられなかったんですよね。である時ですね、まあ、そんな私を見て、私ある方からですね、食べなきゃいいのにって、なんで食べるのって言われたことがねあるんですよ。もうね、ごもっともなんですよね。分かってるんです、食べなきゃいいんですおやつ、ね、なんで太るとか、私なんかもそれ体調不良になりましたから、そのひどい肌荒れがですねある原因になるものをなんで食べるのって言われたんですよ。でもね、私やめられないんですよね。分かってますっていうね、もうないですか、分かってるって、そんなことを言われなくたって分かってますって。でもおっしゃる通りなんですよね、本当そう。でもその時私はですね、もうやっぱりもうそんな自分がもう情けないですし、もう悔しいですし、なんでこんなに自分はコントロールできないんだろうって、もう本当ね、もう泣きですよね。ただ今私がじゃあなぜこのようにコントロールできているのかというと、今お伝えしたポイント3つのうちのまず1つ目いきますね。それは置き換えたんです。私はその太るおやつを太らないおやつに置き換えていって、ストレスをあんまりかけないように工夫したんですよ。例えばケーキを食べていたのを先ほどみたいにこちらに置き換えるとか、クッキーをやめてこちらにしていくというのを徐々にですね減らして、もうどんどん置き換えていったわけです。そうするとだんだん味覚が正常になりますから、デブ菌が好むようなものをもう食べたいってね、自然と思わなくなるんですよね。私のクライアントの方もね、そんな嬉しいお話たくさんの方してくださってます。先生がおっしゃってくださった通りにしてみた、今まで食べたおやつがもうおえってなりましたとか、職場でもらうおやつがもうどうやって断ろうかなってね、もう今大変ですとか嬉しいご報告いただいてるんですけども、それだけやっぱり味覚を変えていく必要があるんですよね。その時にいきなりおやつカットじゃやっぱりね、食べたくなるじゃないですか、食べたいんですよね。その時に置き換えるわけです。こういったものに腸が喜ぶものにぜひ置き換えていく、まずは食べてもいい、食べてもいいから食べるものを変えましょうねってことなんですよ。で次です、2つ目量です。もちろんね、今お伝えしたこういったおやつというのはいいんですよ、腸内環境が整って無添加ですごくいいんですが、食べ過ぎてしまってはいかがですか。もうね、やはりそうなんです、量が大事なので、最初からもう食べる分だけ小分けでも出して、あとはしまうとかですね、そういった工夫をする必要があります。じゃないと一気に気づけたら食べてしまってたとかないですか。こう何かこう考えながらしたらなくなってたってありますよね。なのでそうならないために、最初からもう食べる量を決めることです。そしてそれを食べてしまったらもうおしまいです。でまたついつい袋開けてしまうからと思ったら、ここでポイントがあります。違うことをしてみてください。一回お手洗いに行ってみるとか、本を読んでみるとか、スマホで何かお返事をしてみるとか、何でもいいので食べることから一旦離れてください。そうすればあれ、時間が経ってまた元に戻ったら食べたいっていう思いがね、結構これがね効くんですよ。嘘と思ったらぜひねチャレンジしてみてくださいね。本当だってなりますからね。では最後3つです。タイミング、これが一番大事。じゃあ何のタイミングかっていうと、おやつを食べるタイミングです。
もうシンプルなんですけども、おやつは間食として食べないことです。食べてもいいんだけれども、間食として間、要はご飯とご飯の間に食べないでってことなんですよね。それだけで OK なんです。なぜかというと、そのお口に運ぶ回数が多ければ多いほど、デブホルモンと言われるインスリンがね、もうその都度出るんですよ。そうするとどうなっちゃうかというと、体重設定値が上がります。確実にどん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 上がるんです。ご自分で上げていくことになる。なので1日トータルかけて食べた量は変わらないのに、しょっちゅうしょっちゅう常に食べてしまうっていうことをするだけで太るわけです。もうこれを見ただけでも太るとかね、ホルモンが出るって言われてます。それぐらい食べることから離れることです。その代わり私はどうしてるかというと、食事の時にもうこういったのをもうおかずの一部として、食事の一部としても置き換えて食べてます。しっかりもちろんベースは腸内環境を整う食事であったり、無添加に気をつけたりはあるんですけれども、今みたいにおやつは食べたい、だったら食事の一部として食べたらいいですよということなんですね。ではこの動画のまとめです。1、痩せる理由は化学調味料や人工甘味料が無添加のものでしたね。そして2つ目、ランキングです。このランキングのおやつは3種類ありましたが、全てこの1番の痩せる理由をクリアしてたものでしたね。そして3つ目です。痩せる食べ方、ここが一番大切でしたね。1つ目は置き換えること。そして2つ目は量を先に測って食べる、量を決めておくこと。そして3つ目は食べるタイミングイコール間食として食べないことでしたね。このチャンネルではこのようにさまざまな腸活法をあなたにお伝えしているんですよ。そのことであなたが心も体も健康で元気に、きれいに痩せていくという状態のお手伝いをしたいと思って毎日発信しております。ぜひお役立ていただきたいと思います。それでは最後までご視聴していただきましてありがとうございました。